バナナ型神話。バナナ型神話とは、東南アジアやニューギニアを中心に各地に見られる、死や短命にまつわる、起源神話である。重要なアイテムとして、共通して、バナナが登場することから、スコットランドの社会人類学者、ジェームズ・フレーザー、さあ、ジェームズ・ジョージ・フレーザー、1854年から1941年、が命名したものである。バナナ型神話とは、 大体以下のような説話である。神が人間に対して石とバナナを示し、どちらかを一つを選ぶように命ずる。人間は食べられない石よりも食べることのできるバナナを選ぶ。固く変質しない石は不老不死の象徴であり、ここで石を選んでいれば人間は不死、または長命になることができたが、バナナを選んでしまったために、バナナが子ができると親が枯れて死んでしまうように、または バナナのようにもろく腐りやすい体になって、人間は死ぬように、または短命になったのである。スラベシ島、植民地時代の名称はセリベスの神話。アルフール族はイスラムではない人イコール森の人という意味の総称であり、個別の俗名ではトラジャ族が同様の神話を伝えている。初めての土地の間は近く、人間は 創造神が縄に結んで天空からたらしく出してくれる贈り物によって命を繋いでいたが、ある日創造神は石を下した。我々の最初の父母はこの石をどうしたらよいのか。何か他のものを下さいと神に叫んだ。神は石を引き上げてバナナを代わりに下してきた。我々の最初の父母は走り寄ってバナナを食べた。すると天から声があって、 お前たちはバナナを選んだから、お前たちの生命は、バナナの生命のようになるだろう。バナナの木が子供を持つ時には、親の木は、死んでしまう。そのようにお前たちは死に、お前たちの子供たちがその地位を占めるだろう。もしもお前たちが石を選んだならば、お前たちの生命は、石の生命のように、不変不死であったろうに。日本神話にも、天孫降臨の段において類似した説話が見られる。 降臨した天孫ニニギに対し、国つかみである大山松美が、娘の岩永姫、姉と、この花の作や姫、妹の姉妹をと継がせる。しかしニニギは醜い岩永姫を返してしまい、美しいこの花の作や姫とのみ結婚してしまう。この花の作や姫は、天孫の繁栄の象徴として、岩永姫は、天孫の長寿の象徴としてと継いだものであったが、岩永姫が送り返されたために、 天孫、天皇は、短命になったのであるという。この説話にはバナナが登場しないが、岩すなわち、石を名前に含む岩長姫が選ばれていないこと、それによって短命になったということから、バナナ型神話の変形と考えられている。この花の咲くや芽は、すなわちすぐに散ってしまう花であり、食べればなくなってしまうバナナに対応しているとも、考えられる。なお、 この説話は、旧約聖書の創世記十九章における、ヤコブの妻である、レア、姉、不美人、多産トラケル、妹、美人、小三の姉妹の説話とも類似している。旧約聖書の創世記に出てくる生命の木と知恵の木、善悪の知識の木の説話も、このバナナ型神話の変形であると考えられる。エデンの園の中央には神によって二本の木、すなわち、 その実を食すと永遠の命を得ることができる、生命の木と恩知恵、善悪の知識を得ることができる知恵の木が植えられていた。このうち、知恵の木の実の方は神によって食べることを禁じられていた禁断の果実。知恵の木の実を除いて、エデンの園になるすべての果実は食べてもよいとされていた。しかし、生命の木の実と知恵の木の実、二者択一のうち、 ヘビにそそのかされたとはいえ、人類は禁じられていた知恵の木の実の方を選んで、食べてしまったために、善悪の知識を得る代わりに、永遠の命を得る機会を失い、神によって、エデンの園を追放されてしまう。それ以降人類は必ず死ぬようになったのである。神である主は、東の方エデンに園を設け、そこに、種の形作った人を置かれた。 創世紀二章八節神である主は、その土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には生命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。創世紀二章九節神である主は人に命じて、仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べて良い。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、 あなたは必ず死ぬ。創世紀二章十六から十七節なぜここで、知恵の木の実を食べると、必然的に死ぬようになるのかというと、知恵の木の実を食べると必ず死ぬと、定義づけられているということもあるが、生命の木と知恵の木は互いに相反する性質を持つ相対であり、一方の選択肢、バナナ、知恵の木、必然の死を選ぶと、もう一方の選択肢、石、生命の木、 永遠の命を失うというバナナ型神話の作りに由来するのである。地位の木の実を選ぶということは、永遠の命の象徴である生命の木の実を選ばないということで、言い換えると、永遠の命を選ばないということは、その対極である必然の死を選ぶことなのである。バナナ型神話においては選択肢は両立しないのである。そしてこの選択は不可逆であり、選び直すことはできない。 よって人類は二度と生命の木の実を得ることができずに必ず死すべき存在となったのである。神である主は仰せられた。見よ。人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし生命の木からも取って食べ永遠に生きないように。創世三章二22節こうして神は人を追放して生命の木への道を守るためにエデンの園の東に ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。創世紀章二十四節この説話は神学的に解釈され意味付けされることによって改変され、神に対する不服従、現在、罪に対する罰などの観点が強調され、また生命の木が物語の背後に隠れてしまったために趣旨が変わってしまったが、原型は人類の死の起源を説明したバナナ型神話の一種なので、 一般的なバナナ型神話と異なる点は、間違った選択肢を選ぶと必ず死ぬことが、あらかじめ明示されその選択を禁じられていることである。しかし、それでも人類は間違った選択をしてしまうのである。これは、多くの神話や民話によく見られる、タブーを破ると悲劇が訪れるという神話類型でも、あると考えられる。またバナナ型神話の類型からすれば、 もしも人類が血の木の実を選ばず、生命の木の実を選んだ場合、人類は無知なままではあるが、それゆえに無垢なまま神に従順で永遠の命を得て、エデンの園で幸せに暮らし続けた可能性を死の起源と同時に示唆している。エデンの園を追放された後の人類は、しばらくはそれでも、かなりの長命で、メトセラのように一代が千年近く生きることもあったが、 ノアの大洪水の頃に百二十年と短命になることが神によ定められた。そこで、主は、私の霊は永久には人のうちにどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の年は百二十年にしようと仰せられた。創世記六章三節ギリシア神話にも類似した説話が見られる。神々の王ゼウスが傲慢になった古い人間を、 大洪水で滅ぼし、神々と新しい人間を区別しようと考えた際、プロメーテウスはその役割を自分に任せてほしいと懇願し、了承を得た。彼は大きな牛を殺して二つに分け、一方は肉と内臓を胃袋に入れて食べられない皮に隠して、もう一方は骨の周りに脂身を巻きつけて美味しそうに見せた。そして彼はゼウスを呼ぶと、どちらかを 神々の取り分として選ぶよう求めた。プロメーテウスはゼウスが脂身を巻かれた骨を選び、人間の取り分が皮に隠された美味しくて栄養のある肉や内臓になるように格索していた。だが、ゼウスはプロメーテウスの考えを見抜き、あえて神々にふさわしい腐ることのない骨を選んだ。この時から人間は肉や内臓のように死ねば、 すぐに腐って亡くなってしまう運命になった。この説話の場合、骨、節や永遠の命の象徴、石と肉、死や短命の象徴、バナナの二者択一を人間ではなく神々が行う点が一般的なバナナ型神話の物語の構造からやや変則的である。また人間が直接死や短命を選ぶのではなく人間ではない何か。 ここではゼウスが二者択一のうちの一方の不死や永遠の命を選び、もしくは得て、残ったもう一方の死や短命を人間が押し付けられるというパターンは他の説話にも見られる。プロメーテウスはティーターのマキアーにおいてオリュンポースの神々に敗れたティーターンの一柱であり、オリュンポースの神々に対し反抗的で人間よりの立場であり、プロメーテウスは 他のバナナ型神話における愚かな選択をする人間の代役と言える。またプロメーテウスは文化英雄であり、神々に逆らい人間に善悪の知識や物をもたらす存在であり、旧約聖書における蛇や堕天使の役割も担っているとも言える。太古の昔、宮古島に初めて人間が住むようになった時のこと、月と太陽が人間に調明を与えようとして、 節祭りの新夜に、明かりやざがまという人間を使いにやり、変わか水、しじみずと死に水を入れた桶を天秤に担いで抱えに行かせた。人間には、変わか水を、蛇には死に水を与えよとの心づもりである。しかし、彼が途中で桶を下ろし、道端で雇用を足したところ、蛇が現れて、変わか水を浴びてしまった。 彼は仕方なく、命令とは逆に死に水を人間に浴びせた。それ以来、蛇は脱皮して生まれ変わる不死の体を得た一方、人間は、短命のうちに死ななければならない運命を背負ったという。太鼓、一人の人が、突然豚の糞の中から飛び出し、言った。私を洗ってください。もしあなた方が私を洗えばあなた方の体は、羊悲詰め甲の木と同じように、 干骨だったして永遠に生きられます。もし私を洗わなければあなた方の体は永遠に死ぬでしょう。人々は彼が汚いのを嫌って彼を洗わなかった。その時から人類は死ぬようになったのである。ギルガメシュ女子種は紀元前2600年頃に実在したと考えられているウルク第一王朝の王ギルガメシュ、シュメール語読みではビルガメシュ。 老人が若者であるの意の物語。紀元前3000年期末、ウル第3王朝には、シュメール語番が成立し、紀元前2000年期初めには、アッカド語番が成立したと考えられている。1872年に、大英博物館のジョージ・スミスが、ニネベのアッシュルバニパル在位。紀元前668年、紀元前627年。 五郎王宮図書館が後から発掘されたアッシリア語版、標準悪化ド語版、紀元前1300年前千年頃、年度版文書の設計文字を解読したことから、忘れ去られていた物語が再び世に知られることとなった。物語は11枚、番外編1枚の年度版文書からなる。物語の内容は大きく、第1から第1までの書版、鉛筆の詩までと、 第9から第11までの初版、フローフ氏の探求に分けられ、そのうちの、第9から第11までの初版、特に第11の初版にかけて、フローフ氏の賢人、ウトナピシティム、シュメール5番では、ジウスドラ、アッカド神話のアトラハシース上次し、キマエ18世紀頃成立では、アトラハシース、ギリシア神話では、デウカリオーン、旧約聖書の創世紀、紀元前5世紀頃成立では、 のは、インド神話では、丸に相当すると、大洪水と、不老不死の草について言及されている。ここでは、ギルガメッシュ女子史が創世記やギリシア神話に、先行しており、これらの間に何らかの関係があると考えられるので、比較のために、不要部分を省いて記述することとする。ギルガメッシュは遥かなる、ウトナピシティム、中、遠方の意に行った。ウトナピシティムよ。 あなたの姿を見ても、私があなたであってもおかしくないほど、全然違いがないではありませんか。どうか、お願いです。私に、あなたが、どのようにして、神々の集まりに立って、不死の生命を探し当てたのかを話してください。ウトナピシュティムはギルガメシュに向かって行った。ギルガメシュよ、あなたに隠された事柄を明かそう。そして神々の秘密を話してあげよう。 洪水伝説省略。そこで、エンリル、中、シュメールの主神は、略祝福するために、私たちの間に入り、私の額に触れて言いました。これまでウトナピシティムは、人間でしかなかった。今から、ウトナピシティムとその妻は我ら神々のようになりなさい。ウトナピシティムは遥か遠い地の加工に住みなさい。こうして、神々は私を連れ去り、 はるか遠い地の河口に住まわせました。だが、今は、誰があなたのために神々を呼び寄せて集合させることができるのですか。あなたの求める生命をあなたが見つけるために、6日と6番眠らずに起きていなさい。ギルガメシュがウタナピシュティムの足元に座ると、眠りが雲のようにギルガメシュの上に漂った。略。 ウトナピシュティムの妻は遥かなるウトナピシュティムに向かって、言った。その人が目を覚ますように触れてあげなさい。やってきた道を無事に帰っていくように。出発した死の門を目指して、彼の国へ帰るように。略7日目のパンがまだ炭火の上にある時、ウトナピシュティムが触れるとギルガメシュは目を覚ました。略。ギルガメシュは遥かなるウトナピシュティムに向かって行った。ああ。 ウトナピシュティムよ。私はこの先どうしたらよいでしょう。私はどこへ行ったらよいのでしょう。私の肉体を死神がしっかりと捕まえてしまったのです。私の寝室には死が座っている。そして私がどこに顔を向けても死が待ち構えています。略ギルガメシと先導、ウルシャナビは船に乗った。略。ウトナピシュティムの妻は遥かなるウトナピシュティムに行った。 ギルガメシュは大変な苦労をして、ここまでやってきました。彼に何も与えないままで、国へ返すのですか。逆、ウトナピシュティムはギルガメシュに向かって行った。ギルガメシュよ、あなたは大変な苦労をして、ここまでやってきた。私は何もあなたに与えていないのに、国へ返すわけにもいくまい。ギルガメシュよ、あなたに隠された事柄を明かそう。そして神々の秘密をあなたに話してあげよう。 その根が、ヤブの棘のような草がある。そのトゲは、野原のようにあなたの手を刺すだろう。あなたがこの草を入手できたなら、あなたは、不死の生命を手に入れることができる。ギルガメシュはこれを聞くや、稲や、取水口、深淵、アプスーへの入り口を開き、重い石を自分の両足に縛り付けた。石が、海、アプスーの底へと引き込むと、そこにその草を見つけた。 彼は草を取ったが、トゲは彼の手を刺した。彼は重い石を両足から外した。海、アップスーは彼を岸辺と押し返した。ギルガメシュはウルシャナビに向かって行った。ウルシャナビよ、この草は特別な草だ。人間はこれでもって生命を新しくするのだ。私はこれをウルクへ持ち帰り、老人にそれを食べさせ、試してみよう。 その草のラワシーブイッサヒルアメール、中、追いかる人が若返るのいという。私もそれを食べて若かった頃に戻るとしよう。略彼らは夜の休息をとった。するとギルガメシュは水が冷たい泉を見つけた。彼は水の中へ降りていって水浴をした。一匹の蛇が草の香りに引き寄せられた。水の中から忍び寄り、草をとった。戻っていくときに、 抜け殻を残していった。そこでギルガメシュは座って泣いた。彼の方を伝って涙が流れた。彼はウルシャナビの手を取っていった。ウルシャナビを。何のために私は苦労をしてきたのだろう。何のために私の心臓の血は使われたのだろう。私自身は恩恵を受けることができなかった。大地のライオン、中蛇の胃が恩恵を持っていってしまった。もう二十ベールも。 流れがあの草を運び去ってしまった攻略。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。